せーの、音質。ガラス越しに柔らかな日差しが差し込んでくる。光線は山鳥ヤシの歯の間を通って私の腕にまだら模様を作る。外は春らしい天気のようだが、この温室の中はさらに南国の別世界となっている。最初に最初に音質を作ろうと思ったのはいつのことだっただろうか。確か最初は近所のホームセンターで買ってきた組み立て式のちっぽけな音質だった。アルミの枠にガラスをはめ込んだだけの、まるで透き通った犬小屋のような音質。しまさるすべ。その音質を私はベランダの隅に組み立て、何種類かの観葉植物の鉢を買ってきて中に並べた。観葉植物は前から一度育ててみたいと思っていたのだ。洒落た喫茶店などに入るたびに目につく観葉植物、つやつやした青い葉、極楽鳥花。実際に育て始めてみると、枯らさずに生き生きと保っておくにはいろんなコツが必要なことが分かってきた。ただ温室に入れ養分と水をやっているだけではうまく育ってくれないのだ。月下美人。しかしいろんな本を読んだり、観葉植物のマニアや専門家を訪ねて情報を得たりするうち、私にも次第にうまく育てられるようになってきた。私のちっぽけなベランダの隅の温室の中で熱帯の植物が生き生きと育っていくのを見るのは楽しかった。魂だ。欲が出てくるのは人情というものだろう。私はもっと大きな温室が欲しくなった。私は家族を説得して何とか許可をこぎつけ、ベランダ全体を温室に改造してしまう子とにした。そうして完成した大きな温室は誠に満足できるものであった。全体を改造して作った温室はあまりにも広々としていて、観葉植物だけではなんだかもったいなかった。そこで私は熱帯魚の水槽を持ち込んだ。これは家族にもなかなか評判が良かった。何しろ温室だ。普通の熱帯魚の水槽のようにサーモスタットといった保温装置を必要としない。そんな環境が幸いしたのか、水槽の魚は生き生きと泳ぎ回り、一般に難しいとされる水槽も美しく繁茂していった。浮き水木。ベランダの温室は大きな水槽を2つ入れてもまだ余裕があった。そこで私はインコのカゴを中にぶら下げることにした。アプチロン。
ペットショップで買ってきた大バタンは温室の中でにやかにさえずり、熱帯の雰囲気を醸し出してくれた。そもそも私は熱帯の気候が好きなのだということをその頃になって初めて自覚したものだ。温室の中にいると体の調子まで良くなるようだった。ドラセナコン新年取りから、持病の喘息も温室を作ってから発作が軽くなったような気がした。家族は温室を作ってから私が元気になったと喜んでくれたし、子供たちは熱帯魚を繁殖させたりインコの世話をするのが楽しみなようだった。ある日、私はいつものように温室の中で植物たちの世話をしていて、ふと思いついた。こっち入れどん。ここに仕事机を持ち込めないだろうか、矢の根ポン天下と。して作った大きな温室といえども、さすがに仕事机を持ち込むことはできそうになかった。そうしようと思ったら、せっかく持ち込んだ熱帯魚の水槽やインコのカゴださなければならなくなる。それは嫌だ。私は家族に相談した。つまりパポニア、前庭に新しく温室を建ててもいいだろうかと、いろいろ検討した結果、家族は私のわがままを聞いてくれることになった。ブラシの木ベラン、ダの温室ができてから、私の健康の状態が良くなり、仕事もはかどるようになったため、収入も確実に増えたし、何より子供たちが喜んでくれたのだ。さらに大きな温室を建てて、私の仕事場をその中に運び込んでしまうというのは源平くさぎ、なかなかいいアイディアのように思えたのだ。15坪ほどの前庭の敷地に早速大きな温室が建てられた。新しい温室ができると、私はパッションフルーツ、ベランダの温室から植物、水槽、鳥かごなどを引っ越しさせ、さらに自分の仕事机や仕事に使う書籍棚なども持ち込み、そこで仕事を始めた。トライアンフ。まことに快適であったが、ブーケンガズラ、ミセスワット、人間の欲というのはキリがないののだ。私は温室の中に花切る仕事場ばかりか、生活の場全てを持ち込んでしまいたい欲、棒に駆られるようになった。ストロベリーグワバ、温室で黄金カズラ眠り、温室でハイビスカス目覚め、温室でサボジラ食事し、温室でオリズルラン入浴し、温室で白花インドソケ、家族と過ごすのだしまなんようすぎで、私はそうした。ベコニア、大谷渡り、私は今レイシ、自分の家をバンジローすっかり取り壊して、その跡地にパイナップル、建てた巨大な温室の中にハリクジャク屋敷、家族ともどもとっくり屋敷、生活しているワタノキと